エフライクチャンネルあるよ。ティアロー太郎あるよ。ユネあるよ。タイと韓国が名乗り、アジアの F1 開催が加速する。中国人はあるよって言わないあるよ。多分あるよ、中国人あるよっていうのをおっさん、おじいさんかな。開催国に、以前ね、まあ、大阪が名乗り上げて、あとで韓国が名乗り上げて、ついには、タイ国、あれタイ国でいいの、タイ国、タイタイタイ、タイランド、タイランド国も、タイ王国、タイ王国も、名乗りを上げたというか、ドメニカリさんが、うん、ちょっとタイに話聞きに行くよみたいな、うん、ことをまあ言ったとか言わないとかっていうね、お話が今出ておりますが、まあ中国グランプリが5年ぶりに開催されて、中国人初の F1 ドライバーも凱旋出場して、まあ、これからまたアジアも大いに盛り上げていかなきゃいけないよねっていうのが、まあ、ドメニカリさんの思いであるようで、新たにアジアレースを増やしたいなっていうことで、平等に話聞いていきますよっていうことで、多分訪問をねされるんだと思うんですけど、あれドメニカリさんに権限ってあるんだっけ？ないっす。あれ？まあないことはないですね。ないことはない。一応F1の CEO ですから、うん。でもドメニカリさんってなんか、いやもう30レースやるんだって言ってみたり、いやもう24レースで限界だって言ってみたり、なんかこう言ってることはなんかその時に合わせて言ってる、ね。まあ別に一人で決められないですからね。それはみんなの意見を踏まえつつ、あとはまあオーナーの意見も踏まえつつ。ああ。っていう感じでしょうから、はいはい、ドメニカルさんのオーナーはリバティ、まあ、リバティメディアですよね。ああそうなんね、うん、まあ、やれるかどうか分かりませんけどね、うん、26年以降のカレンダーももうキツキツなんで、ね、うん、でもやりたいところはどん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 手を挙げてきてるわけでしょ。まあ今はね、は人気なんで、ね、人気あるから人気が下がった時に継続できるかは重要だと思いますけど、うん、まあそういうのもあるんで、まあ、別にたくさん囲っとくことは別に、ね、はいはいはい、マイナスにはならないので、うん、例えばじゃあタイがやりたいですとか韓国やりたいですとか、あとどこでしたっけ、まあいろいろね、うん、南アフリカがやりたいですとか、はいはいはい、なんかメキシコのなんかどこで南米のどっかなとかって言って、じゃあそっち行きます、じゃあ日本グランプリさよならとか、うん、あのもうモナコグランプリじゃあいらないわとかってやって、はいはいはい、で新しいところがじゃあもううちできなくなったし、うん、F1 人気なくなったからやりますって言ったら何も残りませんみたいになっちゃうから、うん、まあ、そうならないようにどっちかというと多分たくさんやれるとこ探して集めて、うんうん、でそれこそ30カ国とか40カ国集まったら、まあ、それこそ2年に1回の開催とかね、例えばモナコは毎年やるけれど、はいはい、スペインのバルセロナとマドリッドは交互に開催しますよとか、ね、うん、まあ、もしかしたら日本グランプリの鈴鹿はやるけれど大阪と韓国は交互にやりますよとか、タイとシンガポールは交互にやりますよとか、ね、っていうので、まあ、うまく毎年24戦とかにしてはいはいはい、はい、で、まあ、いろんなところでやるっていうことはあるかもしれないですよね。ああ、なるほど。だからまあストックをちゃんと もっときたいっていうことで、ね、っていうので、まあ、いろいろその開催できるところを増やすっていうのと、はいはいはい、まあ、増やすということは既存の開催してるところの開催権利をさらに踏んだくれるというプレッシャーにもなるので、鬼やね、うん、あんた鬼やってやつよね。まあ、ね、絞れるのもものはいくらでも絞り取って最後の一滴までっていうのは、まあ、うん、もう何も出ませんわ。まあそんなね、タイといえば、まあ、スーパー GT ファンのね皆様なら馴染み深いチャンインターナショナルサーキット、ここでやりたいんですかね、タイとして。じゃないんでしょう、うん、一応グレード1ですけどね、チャンインターナショナル。でもこれ、ここあれでしょ、いわゆるタイのここタイの中心ってどこ、バンコク、タイの中心で愛を叫ぶ首都でしょ、首都バンコク、首都はバンコクですね。バンコクからえらい遠いんでしょ、ここ。そうですね、うん、なんか6時間も7時間も、まあ、普通にあの飛行機で行くと思いますけど、飛行機でね、うんうん、地上移動で行くと、まあ、それぐらいかかるというか、まあ、その道も、ね、高速道路ドーンとか整備されてないから時間かかるんでしょうけど、うん、まあ、ちょっと F1 やるにはどうなんですか、まあ、アクセスやるとなればやるでしょうけど、うん、まあ、うん、多分どうなんでしょうね、行ったことないから分かんないけど、うん、周りの環境、ホテルとかもちろんなきゃ、ああそうかそうか、ね、うん、1000人以上の人員が、うん、ああ確かにそうか、来て、なおかつ、まあ、ファンの人たちも、ね、物量も人の数も、ね、5万人ぐらい泊まらなきゃいけないわけだから、ね、うん、
でまあそこかなと思いきや、まあ、ドメニカリさんはいやそこじゃなくて町市街地でやったらええやみたいな、まあ、前からタイでやりたいっていうのはその、ね、うん、タイのレッドブルだったり、はい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 、あ、レッドブルか、うん、そうかそうか、やっぱりそういう声は前からあったし、その場合に上がってたのはやっぱりタイのバンコクの市街地サーキットとか、うんうんうん、コードを使ってやりたいよねみたいなのは、ま、っていうか、まあ、街中にサーキットないので、ないから街中っていうか、うん、バンコク周辺とかにはないんで、うんうんうん、それこそ F1 やれるとこってもうチャンサーキットしかないから、まあ、それだったらバンコクの市街地サーキットにしちゃった方がいいんじゃないのっていうのは前々からありましたからね。まあ、多分その辺の現実的などうかちょっと街を実際に見てみようっていう感じなんでしょうね。でも、まあ、バンコク行ったことないけど、行ったことないですか。行ったことないです。潜りじゃないですか。潜りなんですよ。うん、サーキット作れんのかね。まあまあ作ろうと思ったら無理やり作るんだろうけど、まあタイ国も、うん、ドメニカリさんどうぞお越しくださいって言ってるってことは、まあ、まあ国が言ってるわけじゃないでしょうけどね。あ、これ国を挙げてるか、国王様とかが言、うんうん、まあ国王がやりたくてやってるかもしれないけど、それの温度感はまだわからんってことね。まあ、それこそレッドブル、ね、タイのレッドブルがやりたいって言ってるかもしれないし、誰が主催者としてっていうのはわからないんで、なんとも言えないですけど、なんとも言えないけど、まあタイが手を挙げ、うん、まあ韓国も名乗りを挙げており、うん、まあ、タイはいいなと思いますけど、やってほしいなと。いいとこ、バンコクとか、うん、タイはすごいいいところ。過ごしやすいんですか、湿気とかどうなの、暑さと湿気が超ある時もあるし、うん、あの雨季と乾季がやっぱあるので、うん、乾季じゃないけど、まあ、雨季はすごい雨毎日降りますけど、うんうん、雨季じゃない時だったら全然過ごしやすいですね。あ、そうなんだ。で、まあ、気温もめっちゃ暑い時期もありますけど、うん、まあ、そこまでめっちゃ暑くない時もある、うん、冬場とかだと、はいはいはい、いいと思いますよ。全然行ったことないからだけど、街はもう普通に小綺麗な街なの。街は超汚いですけど、汚いっていうと失礼だけど、はいはいはい、ぐっちゃぐちゃっていう、まあ、東南アジアあるあるだけど、でもその中でも、いや全然もう発展します。めちゃめちゃ発展します。だから超東南アジアのそのぐちゃぐちゃっていう感じの中でも、バンコクはまあかなり、あの進んでる。で、綺麗なところはめちゃくちゃ綺麗。へっていう。だからその、今名前が挙がってるそのラタナ行進っていうところはちょっと古いエリアなんで、はい、要するにあのみんなタイっていうところをイメージするこういうワットポーとかああいう寺院があるようなまあ古いエリアなんですよね。まあ、そういうところだからこそ行動でできるっていう、逆にもう今のバキバキの真ん中の綺麗なところだと、まあ街のあのど真ん中の通り真ん中にこう高架線みたいになってて、まあ BTS っていうあのなんですかね、地下鉄じゃなくてあのトラムみたいなのが走っちゃってるんで、まあ、あれは多分道、うん、潰せないから、はいはいはい、まあ、それこそお台場のあの道みたいな感じで多分市街地サーキットとしてはできないだろうなって、片道3車線とか4車線ではちょっと厳しいよねっていう、あ、そういうことね、感じなんで、うん、そうそう、だからあの旧市街じゃない我々が遊びに行くとしたらそういうね、ラチャダピセイクとか、うん、あとはもうこっちの下の方のあのスクンビットとかになるんですけど、はい、その辺はちょっとコースとして使うのは難しいだろうなっていう感じはしますよね。まあ、雰囲気はすごいなんかなんですかね、みんな穏やかだし、はいはい、明るいし、割となんか南国ってそんな感じじゃないですか。沖縄の感じとかもなんかなんくるないさみたいな、まさにあの、ね、あのタイの人が言うのもそれですからね。ああ、そうなのね。まあ、雰囲気としてはすごいいいと思うし、多分 F1 の人気も結構車好きだから、タイの人は、まあそうなんでしょうね、日本車とかもすごい改造車とか、ね、やるぐらいだからね、うん、タクシーとか乗ってもなんかバリバリ改造してる人とかいっぱいいたりとか結構楽しいと思うんですけどね。へ、うん、なるほど。まあね、そこで、まあ、タイが名乗りを上げてるっていうことなんで、まあ、韓国もその行動でみたいなことをおっしゃっているようなんで、まあ、インチョン空港の脇、うん、まあね、カジノホテルありきの話だとは思うんですけど、はい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 、それは、うん、まあ、大阪のね時の話しましたけど、はい、まあでもこれで、まあ、タイと韓国とで大阪も加わって、まあまあ行動三兄弟で競争してもらったら、まあ、どこが決まるかっていう、だからもう大阪さんもね本気を示してくれれば、ドメニカリさん来てくれるんじゃないですか。そうか、まだ来てはないですね、大阪はね。多分来てないでしょ。まあ、なんか今年からようやく本気で具体的な話を考えるみたいな感じでしたもんね、この間おっしゃってたのは、うんうん、じゃあなんで発表したねっていう話ですけど、ね、発表したこともなかったことなんですよ多分。まあそれで、うん、まあ、鈴鹿とは切り離したところで、そういうね話に
なっていけば、ね、やんやん言われることもないでしょうし、まあ、確かに今アジアが、ね、日本とシンガポールと、まあ、再開した中国と3つしかないんでね、うん、まあ、無理くりアジアっていうとあっちの中東も入るのかね、まあ、ギリギリ入るけど、まあ、中東は中東なんで、中東だよね、うん、中東だけで何レース、バーレーン、アブダビ、カタール、サウジ4レースやってますからね、すでに、うん、アジアでも4レースぐらいやってもいいんじゃないのっていう、もう一つ二つ増えてもいいんじゃないの、また10戦ぐらいやってもいいですアジアでね、うん、じゃあ年間35戦24戦のうち10戦ぐらいアジアでやってくれると我々的には最高に嬉しいですよね。あ、そうだね、うん、仮にナイトレースになったとしてもちょうどいい時間だし、うんうん、そりゃそうだ、うん、マレーシアもじゃあやりましょう、うん、他にもまだやれるとかあるでしょ、マレーシア、じゃあ 10レースやるとしたら、まあ、じゃあとりあえず、日本がもう決まってます、はい、上海があります、はい、シンガポールあります、はい、じゃあタイやります、はい、大阪やります、韓国もだからインチョンと、うん、あとあのヨンアムの前のサーキットもまだ使えるからやりますでマレーシアもやります、インドはちょっと行きたくないからサーキットはいいんだけどな、インド行きたくないもんな、インド超辛いもんな、みんな忘れてしまったベトナムは、ベトナムもなんか今話がまた盛り上がってきた、来てるけどホーチミンじゃなくて、もう草ぼうぼうになってんじゃないコース、いや、まあ、ハノイかホーチミンかでまた違う、うん、コースは多分もうなくなってると思いますけど、あ、途中までやってたんでしたっけね、そう、うん、そうそうそう、まあ、あれじゃないところで今度またやるっていう話がちょっと持ち上がってみたいな、じゃあベトナム入れちゃおう、はい、あと2つあと1つです、あと1つか、あと1つ、あと1つ、じゃあ岡山で日本のモナコということで、市街地サーキット市街地4兄弟ということでどうですか、まあ、ベトナム入ったら5兄弟だ、そうか、じゃあやっぱり岡山は以前太郎さんが提案した、パーマネント市街地サーキットということ で、ね、はい、建物を建てていただいて、全部だからあのホテル建てればみんなそこで泊まれるから、いいんじゃない、うん、アパートメントホテルにすれば、ね、普段そこにみんなさん住んでいただいて、うん、でレースの時はちょっとよそで、うん、例えばどっかにね東京ディズニーランドかなんか遊びに行って高い値段でチームに貸せばいいわけでしょ、うん、そう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 、年1回のその収入だけで暮らしていけるわぐらいに稼げばいいから、うん、いいね、ホテル問題も解決して、うんうん、だからもうモナコの街並みのような外観のホテルを全部こう建てて、そ う、ね、うん、そうするともう観光地みたいなもんじゃん、もうなんかカジノも作っちゃいます、ね、うん、あ、いいかもいいかも、うん、じゃあもうそこだけ違い方形にしてもらって、うん、ここに日本ちゃいますねっていう入り口でパスポートチェック入るみたいな、いいですね、うん、まあまあそうしたらアジアでも10レースできますよ、そうですね、でも本当行きやすくなるよねみんなが行きやすくなるよ、そのお仕事する人だけじゃなくて、まあね、うん、でまあタイとか本当にねやっていただけると楽しいなと、セパンはちょっと辛いですもんね行くにしても、まあやっぱパーマネントサーキットなんで、まあ、空港から近いっちゃ近いし、空港からその、ね、バスが出てるっちゃ出てましたけど、うん、街からはまた遠いですね、KL からはね、KL から空港まで1時間ぐらいかかりますもんね、なんやかんやで、あ、そうなんだ、でそのサーキット近辺には宿もなかったです、いや、空港ホテル、トランジットホテルみたいなのが結構増えてきてたんで、はいはいはい、まあ、そういうところを泊まればですけど、そこからじゃあサーキットまでどうやって行くかってなっちゃうので、ああ、なるほどね、あまりだからアクセスよくはなかったかなとは思うんで、ああ、じゃあ空港でやろう、空港でセパンあるからセパンでやりましょう、まあセパンありますからね、うん、まあ、別にタイでチャンインターナショナルサーキット使ってもいいですし、バンコクとチャンで2連戦やってみたいな、うん、なかなかもうアジアが別枠になっちゃう、F1 ね、でもアルボンがいるんだから、アルボンやっぱり、じゃあアレックスアルボンってまたこうパネルが立つんじゃないですかアルボンがアルボン頑張ればそのパネルなくてもなんか表彰台とかだそうじゃないまあちょっとそんな感じで、うん、アジア開催が盛り上がってくれると、うん、いいんじゃない、具体的な話はないんですかこのニュースというかこれまだだってまだドメニカさんがちょっと話聞いてくるよ、見てくるよっていう段階だからねじゃあなんで記事にしたんですか具体的になってから教えてください、具体的になるの待ったら多分2年後ぐらいになっちゃうんだろう、これもっと早く決まっていくかな、まあ韓国はだからそのホテルができなきゃできないですもんね、はい、カジノホテルがそうね、うん、まあタイはだから市街地だったらじゃあもう来年から言いましょうって言ったらできるかもしれないですけど、ああそういうことね、まあ、うん、王様がやるといえばやれるでしょうし、大阪はどうなんだ、
大阪は2030年ですから、だいぶ先の話です。ああ、だいぶ先なのか。うん、まあ、でも多分そのぐらいの感じのことを今言ってると思うんで、この韓国にしてもタイにしても、はい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 、26年にとかじゃないとは思いますけどね。まあ、そこに向けてまだまだ他にもやりたいと言ってる人はいっぱいいるでしょうから、まあ、まあいるでしょうからね、まあ、まさにそのどっかのサーキットはもう各年開催みたいな感じになっていくんじゃないですかね、うん、ヨーロッパもまあそういう風になっていくだろうし、うん、まあ、F1 サイドからするとそうやってドミニカリさんがあっち聞いといで、あっちにも聞いといでということで、その既存の契約してるところへのプレッシャーもかけようみたいな、うん、し、まあ、さらに新しい、うん、じゃあうちもちょっと やってみるみたいなことを言い出すところもどっかあるかもしれないし、なんか嫌だね。いや全然嫌じゃないでしょ、全然まあ、まあ、いいことでしょ、ビジネスだからね、うん、まあね、拡大してるのはいいことでしょ、うん、でこれまた戦争終わったらロシアもやるかもしれないし、あ、ね、そうか、ロシアが今やってないんだ、そうだそうだ、そうだね、まあ、トルコとかもねやり始めるかもしれないし、またちょっと24戦じゃ足りなくなるかも、ね、フィリピンとかもやりますか、うん、今だってチームを何個フィリピンやったら、じゃあこのビアンカタンがパネルで、アカデミーでパネル、ビアンカタンがねアカデミー でフィリピン人初の F1 アンバサダーで F1 アカデミードライバーって言って、うん、ビアンカタンこうってわーって、うん、ビアンカビアンカって、うん、確かに確かに、まあまあそれアカデミーだから別に本戦とは関係ないところだから、もう行く好きなだけやってくれっていう、まあ、なんならアカデミーで優勝してくれたらいいわけだからね、うん、なぜかみんなこう車がダメになっていくみたいな、うん、ああそういうのもあるかもしれない、うん、まあまあそういうことで、これからね次の F1 はアジアで大ブームね、ブームじゃないからまだ分かんないけど、まあ、はい、ということでこれからまたアジアに広がっていくためには皆さんもアジア開催に足を運んでみてくださいなと思った人いいねボタン、今年はまだまだ先が長いから、うん、とりあえずシンガポールは行くぜと思った方、チャンネル登録、 F1 ライフパーカーは概要欄から、あらだした。